本当は構ってほしいけど、果たしてお役に立てようか。夜のしじまに出会った我ら、おそばにそっとで結構です。福島信弘のどうぞお構いなく。皆様こんばんは、 MBS アナウンサーの福島信弘です。さあ今日も始まりました福島信弘のどうぞお構いなく、およそ55分間の番組ですが、どうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。今日は第20回の放送です。で、今週世の中は賑やかですね。高校野球ももちろんそうなんですけど、なんと言いましてもオリンピックで、日本勢も大変な活躍を見せてくれています。たくさんのメダルが出ていましてね、普段全くスポーツを見ない私でもなんとなくこうね、速報が入りますと、おいいじゃないとね、見た方がいいのかなというね気持ちになって、その気持ちがやっぱり見た方がいいのかなってこう高まっていく頃に、だいたい閉会式を迎えるんですけどね、4年に一度同じような気持ちになって、あ今回も見なかったなって思うんですけど、まあでもね、この日本勢が活躍するというのは同じ国民としてですね、嬉しいことだなと思っております。またあの天皇陛下のね、ご退位のご意思を表明ということで、そちらの話題も大変世間を賑わしていまして、国民の一人としてこれもまた考えなくてはいけないなと、いろいろ考えることの1週間なんですが、2週間前にはみんなポケモンポケモン言ってたのにね、もう全く言わなくなりましたね。もう下火ですか、どうなんですか、もうみんなやめたのか。私は一人で頑張ってますけどね、レベル21ですけどね、レベル20を超えるとなんかこう上に上がりにくいというネット情報もありまして、頑張らなきゃいけないなと。何を頑張ってるのかよく分からない。私昨日まで岩手県に行っていたんですね。岩手県の大船渡というところに行っていたんですが、ものすごく遠いんですよ。でもうこの出張大変だなと思ってたんですけど、私はポケモン GO という強い味方がいますので、この電車の中でね乗っている間捕まえればいいやと思ってたんですよね。歩きスマホにもなりませんし、大阪にいないやつがいるかもしれないしと思ってちょっと楽しみにしていまして、もう花巻空港に着いた時からずっとこうね、もう携帯電話を見て充電もしっかりした状態で、やってたんですけどね、スマホゲームってね、インターネットが接続されているところでしかできないんですよね。でその釜石線という線は山の中をずっと走っていくんです。内陸に空港があるので、そこから海べりにずっとこう走っていく線ですから、途中にすごくたくさんの山があるんですね。遠野とかね、あの辺りです。もうだからトンネルがとにかく多いので、全然ポケモン出てこないんですよね。もう全く捕まえられなくて、なん岩手ポケモンいないじゃんってなって、ちょっと私の中ではなんだよというね、まあ、もちろん仕事で行ってますので、車窓を楽しむということでね、仕事をしっかりやるという意味合いでね、全然よかった問題なかったんですけど、電車に乗っている間も車窓がすごくね綺麗で、ああ遠野というところはのどかなところだなと思いながら、そしてまあポケモンがいないなというこの寂しさと、この両方のなんかこう赤漠とした空気感ですね、にこう浸りながら移動していたんですけど、でまあ出張ですので仕事をしまして、そこから大阪に戻ってくる帰りはね、まあ、同じようなルートを通るんですけど、飛行機に乗りまして、で飛行機に乗る間はポケモンができないなと思って、なんだよとまた思ってね、でもカバンの中に家を出るときにワンと入れておいた本があって、その新書をちょっと読みながらね、なんとなくあこういう本もあったなと思ってこう読んでいたんですけど、空海上人のお話がそこに載っていて、空海上人という方は香川県の今の善通寺市というところで生まれたんですね。宝亀5年という年号でした。774年西暦でいうと、で18の時に奈良県にあった大学寮というところでね勉強をするんですよ。で遣唐使に、任命されまして、で中国に渡るんですね。ただこの中国に渡って勉強する期間を20年間と定めて、それが、31歳の時だったのかな、で、西安で勉強を始めるんですけど、本来20年間いるというはずだったんだけど、もう空海上人は本当にお勉強ができる人なので、その現地の経典もとにかく読み漁り、サンスクリット語も学び、20年だったところ2年で日本に帰ってくる、帰国するんですね。でまあ日本でいろいろな、制度を整えたり、まあ、当時で新しい真言
密教とね真言宗というところもまあ教祖の立場になったりと、本当に立派、それが32歳の時だと思うんですね。まあこれはちょっと私たまたま読んだ本なのでちょっと正確じゃない情報もあるかもしれませんが、っていうのを読んで俺何してるんだろうと思ってね、空海上人はもう18でね都会に出てきて勉強をして、一緒ですよ、私も、京都に出てきたのが18の時でしたから。でそこからね中国というね、まあ、そのところに渡り、そこで当時の最先端の学問を学んで2年後に帰ってくる。私はもう30ですから、もう言ってる前にポケモン言ってる場合じゃないなと思って何してんだ俺はと思ってね、ちょっと情けなくなったんですけど、ただ一方でその、成仏を目指す、悟りを開くことを目指すということは欲を捨てることですよね。なのにその空海上人は学びたいという、まあ、一つの欲望ですよね、世界宇宙の真理を知りたいという、このある種では煩悩とも言えるような欲望を一つ持って徹底的に追求した人物であるんだと思って、そう思うとすごい欲だなと、この欲を捨てるための欲っていうのはこれは何なんだろうかと思う一方で、自分の手元にあるこうポケモン GO を見た時に、あ、ポケモンっていうのはポケモン捕まえたいっていう欲求があって、それを捕まえた瞬間に欲が一つ消えるんですよね。でそのポケストップを回るごとに欲が一つこう消えていく、欲が二つ消えていく、三つ消えていく、これはひょっとしたら悟りの境地に進んでいっていることではないか。ポケモン GO の GO というのは人間が生まれた時から背負っている GO のことを指しているのではないかというねことを思うようになって、まあ、ポケモン GO をやることはそんなに悪いことではないのではないかと思って、これからも続けていこうと固い決意をしましてですね、伊丹空港に到着して、そこからまた2、3匹捕まえて家までたどり着いたんですけどもね、そんな1週間でありました。この番組では番組へのご意見リクエストもやっとお待ちいたしております。お便りをご紹介したすべての方に番組オリジナルのおかまちゃんポストカード、飯炊き釜のキャラクターですね、こちらをお送りいたします。宛先を申し上げます。メールは fuku@mbs1179.com、 ファックスは大阪 06-6809-9090、 こちらまでお送りください。そして前回の宿題、真夜中の575、こちらは番組の後半で発表いたしますが、今回のテーマは扇風機です。扇風機を入れました575、こちらをたくさん送っていただいておりますので、その中から私福島がこれはいいなと思う方にお金5000円をプレゼントいたします。さあそれではここで1曲お聴きいただきましょう。この歌は私はたまたまですね、これもいろいろ音楽のことを調べているうちに見つけた曲で、多分好きな方も多いのではないかなと思うんですけど、下條アトムさんが歌った歌なんですね。そして作詞も下條アトムさん、作曲は斉藤明彦さんです。春秋初感という歌をお聴きいただきます。下條アトムさんの歌で春秋初感という歌を聴きいただきました。この歌を聴きながら私は釜石線に乗って、心穏やかに、その仕事場へと向かったという、素晴らしい名曲だと思います。今夜もこの後好きにやらせていただきますが、どうぞお構いなく。福島信広の当初箱、怒りほどの高ぶる感情はないけれども、言わせてもらえる機会があるならばぜひとも言いたい、そんな生活の中で感じる違和感のような何かもやっとしたものありませんでしょうか。このコーナーではもやっとの集合タイトル、もやっと当初箱を開けてご紹介してまいります。パートナーは夜更かしイエローのぶそうさんです。どうも、松竹芸能所属夜更かしイエローのぶそうです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、空海上人が勉強に励んでた、
年をはるかに上回りまして35歳に相なりまして、もう日当して帰ってきてますからねかなりの状態ですよ。35にはかなり得は積んでいらっしゃる。そうだと思いますよ。僕はそんな感じが一切ないですからね。ね、人間は退化したのかもしれませんね。これまあの映画のエキストラのお仕事がありまして、はいはい、でそれでまあまあその物語とは関係ない、うん、その風景みたいな役になったんですけども、はい、で私がその日雇いバイトをあの雇う作業員みたいな役 で、はい、で目の前にそのヤンキーみたいな人の役の人がいるっていう場面やったんですけど、うん、役ですよ、役でヤンキーやってるだけなんですけど、ずっとこっちに睨んでくるんですよもうそれだけで怖くて怖くてでもちゃんと結構そのしっかりとした設定の立ち位置なんですね。そうですね、なんか、まあ、そういう風に言われたんでやってるんですけど、まあ、画面見るだけでは僕がヤンキーに絡まれてるようにしか見えてないでしょ一応そのなんていうか、ノブソさんが使う側っていう風に上司みたいななってるはずなんですけど ね、 んですね、そんな35歳でございますまあ現実とほとんど変わらないっていう感じですね。そうですね、ヤンキー怖いですね、はい、たくさんもやっと来ております。兵庫県加古郡にお住まいのラジオネームカシューナッツさんからいただいております。28歳の方です。はい、福島さん、ノブソさん、夏が来てしまいましたね。せめて四角からでも涼もうと近くの花屋さんで観葉植物を購入しました。店員さんに水も時々でいいので育てやすいですよと言われて購入したものだったのですが、ほっといたところ8日目で枯れてしまいもやっとしましたということです。だから、まあ、確かにもやっとするんですが、洋画館もよう水やらんで折れましたねどうなんでしょうかね。よくね書いてあるじゃないですか、この植物はあまり水をやらなくてもいいので、はい、その武将な方におすすめですよとか、初心者の方でも簡単ですよって、まあ、そうなると武将な人は観葉植物買わんかったらええのになといやいや、 でも緑でこうちょっとね、その癒されたいと思う、すさんだ心をねちょっとでもこう なんていうんですか、戻したいという、すさんでたんかなこの人は。すさんでたんでしょう。苔みたいなやつだったら楽なんちゃいます。あ、苔はあれらしいですね、枯れたと見た目茶色くこう枯れたように見えても、はい、水やり続けると戻るらしいですね、はい、あ、そうなんや。なんか冬眠じゃないですけど、ちょっとあの急死するというか、あ、仮死状態みたいになるという種類もあるらしいですよ。なるほど、うん、でも苔をおすすめします三重県松阪市にお住まいのラジオネームザックバランさん、23歳の方です、はい、ベランダに吊るした虫除け剤にカナブンが止まっていましたことです。いや、これはね僕もありました。あ、そうですか、はい、あります。あの、僕虫が大嫌いなんですね。え、あ、そう。蚊とか、へ、あの、もう電気代かかってもいいんでがっつり閉めてエアコンつけるみたいな、うん、え、お金もないのに。 お金もない、それぐらい虫が嫌いなんで、ええ、あの吊り下げタイプの虫除け剤みたいな、はい、最近多いですよね、出てきたじゃないですか、うん、それが出始めの時に、うん、これしかないと思って買ったんです。これで電気代節約に、うん、あ、確かにね。そこにまあ10匹ぐらいですかね、はい、蚊が止まってますしねこれは確実に意味ないかなと。蚊が止まってたんですよ。蚊が止まってるんですか。蚊を避けるはずのやつに蚊が止まってたんです。へー、集めるタイプのやつだったんですか。いやいやいや、蚊が寄ってこなくなりますよってちゃんと書いてましたよ。へー。ただあの、その数年前のことなんで、もうその改善されてるとは思うんですけどね。カナブンには効かなかったかもしれませんね、ザックバランさんの場合はね尼崎市にお住まいの18歳悩める青春さんからです。はい、この前友達がトイレに行った後、お尻を拭くゴリラというモノマネをしていました。トイレに行った後にお尻を拭くゴリラというモノマネをしていました。周りの友達はみんな笑っていたのですが、私はなぜか違和感がありました。よく見ているとはっとその違和感に気づいたのです。その友達はお尻を拭く動きをするときに後ろから手を回しているのです。私は普段前から手を伸ばして拭いています。初めて他人のお尻を拭く姿を見て、どっちが正しいのと、それ以来もやっとした日々を過ごしていますということです。なるほど、わかります。青春の悩みですね。青春の悩みですか。18歳、うん、いや確かに人がそのお尻を拭くとかなんか、まあ、見ない、見たことないですね。ちなみに福島君どっち派ですか。どっちかな。両方両方
前から行って後ろに回す。前から行って後ろに回す、うん、その方が確実かなと。前から行って後ろに回す、前1回後ろ1回みたいな。前行って後ろ1回、はい、チェック1回みたいな感じですね。なるほど、うん、僕前からだけですね。あ、そうですか。不安になりません？そのもっとこう後ろの方にもひょっとしたら半端者がこうなんかはみ出し者がいるんじゃないかっていう一匹狼的な、いるかもしれない。それがついたら嫌じゃないですか。あ、まあ、確かに、うん、これね、僕昔、小学校の時に小林よしのりさんのおぼっちゃまくんという漫画がすごい大人気であったんですが、でそこでですね、投票取ったんですよ、うん、で一番多いのが後ろから吹く人で、あ、そうなんだ。で2番目が横から吹く人で、横で一番少ないのが前からやった。あ、そうなんですか。ただこれは小林よしのり調べ。あ、なるほどね。時代もまた変わってますし。でも横からってどうやっ、横ってどういう、 あれじゃないですか、それ洋式の便座がそんなに普及してなかったんじゃないですか、まだ。あ、なるほど、和式やから。和式だから結果横からという形になってるんじゃないですか。あ、確かにそう。だって邪魔だもん、洋式の便座に座った時には。和式の時は前からはちょっとやりにくいですもん、かがんでるから。そうね、ということではないのかな。あ、そっか、どう考えても洋式は前からの方が楽やもんね。そう、なるほどね、はい、解決解決最後解決いたしました、まあ、ですからこのゴリラのモノマネをしていた人は昔からあるそのお尻を拭くといえば後ろからという常識みたいなところにとらわれている人であり、はいはい、悩める青春さんは洋式の18歳ですから、はい、洋式の便座が普及した以降に、なるほど、もうその用を足すことをきちんと覚えているので前からすることがある程度習慣化している世代の代表みたいな、環境に適応していったわけですね。適応した人と伝統を守っている人という対立なんですそんなすごいことなんかな、これ。どうでしょうね、そうじゃないのかな。まあまあ、なるほど、それはちょっとならば説明がつく、はい、腑に落ちました、それ、はいはい、解決、解決、ありがとうございます、はい、大阪府堺市のかき氷娘さんからいただいております、はい、信蔵さん、こんばんは。こんばんは。私は大阪府に住む24歳です。最近体力が落ち、階段でも息切れをするようになりました。早いですね。登った後疲れたと感じている自分にもやっとします。信蔵さんはトレーニングなど自分の健康のために続けていることはありますか、教えてください。信蔵さんへの質問。僕ではないですね。信蔵さん濁点多すぎるでしょ。最近疲れているので何かそういう体力作りをしてますか。僕ですね、21世紀になってから運動らしい運動をしたことがないんですよね。お、スポッチャぐらいですね。いや、なのでその体力、スポッチャね、うん、体力の衰えとか体の衰えっていうのをすごく最近感じるようになりまして。あ、それに対する対策は、じゃあ、あの毎朝今はお味噌汁を作るようにはなりました。内側から。そうですね、異色同源の思想で。そうです、中国の。なるほど、はい、今朝はもやしと玉ねぎの味噌汁をちなみに作ってまいりまして帰ってからも食べようかなって。あ、そうですか。日陰で育ったものばっかり食べます。日に当たってないな。いや、でも体力の低下とか老いたなみたいな感じません？もう感じますよね。私も30に近づくにつれ、なんか30過ぎたらなんか変わるよとか言われますけどね。28歳ぐらいからちょっとずつそれは感じるかな。福島君に関して言うたら、僕会った時から言うたら20キロぐらい太ってない。あり、太りましたよ。せやんね。まあ、もともと太ってたのが大学生の時に貧しい生活をして痩せて。そうやったんや。それがなんていうんですか、こう助走からこうなんていうの、ロイター版ドンと飛んだ感じで、はいはいはい、今さらにこう上に行っているっていう感じ。ボンと来たわけ。そうそうそう、ボンキュボンですね。いやいや、キュンの部分でもそんなキュじゃなかった、ね、そうですよ。だからそういう意味では体力作りとかちゃんとやんなきゃなと思う。そうそう、そこでポケモン GO を始めたの私。いや、あんまり体力作りになってない。あれは歩くから。あ、なるほど。歩かないと上がらないから、レベルが。あ、もう真夏で歩くの嫌ですけど、はいはい、やっぱり歩くようになりましたもん。あ、それで歩く、公園、近所の公園ぐる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 回ってますもん。あ、そうなんや、健康に言うかな。ちょっと実は体重も減ったんですよ。あら、そうなんや、はい、まあ、グラム単位ですけど
全くそんなに見えないけど、はい、ちょっとだけねポケモンを始めてから減ってる。あ、そうなんや。悪いことばかりではないじゃない。そうなん。いや僕もほんま筋肉が落ちてきてるんで、ね、あの昔より乳首の位置が下がったっていうのあります。張りがなくなって垂れてきてるんでしょうかね。そうですか。乳首の位置を上げる方法を募集いたしますはい、ということで、以上もやっと投書箱のコーナーでした。ありがとうございました。生まれる時代を間違えた。コマーシャルソングではあるんだけれども CD としても大変売れたという一曲からお聴きいただきましょう。まあ、こういうものですよということを分かっていただくためにね、こちらはですね勇気の印という歌です。皆さんご存知ではないでしょうか。牛若丸三郎太さんという方が歌った歌なんですが、これは時藤三郎さんの仮の名前なんですけどもね、昭和64年から平成元年にかけて三共、今の第一三共ヘルスケアの栄養ドリンクリゲインのコマーシャルソングとして発表された曲ですが、まあ、オリコンのシングルランキングではトップ10に入りましてね、累計で60万枚以上売り上げたという、まあ、大ヒット曲でもあり、人気コマーシャルソングの代表でもあるという曲。まずはこちらからお聴きいただきましょう。牛若丸三郎太が歌います。勇気の印です。黒田秀樹作詞、近藤達郎作曲、牛若丸三郎太さんが歌いました勇気の印をお聞きいただきました。景気のいい歌ですね。やっぱりこう聞いていますと今の時代とは随分と違うなという感じがいたします。グローバル社会と叫ばれて久しい昨今ではありますけれども、この当時はやっぱり海外に向けて日本という国がどんどんこう経済的にもね、レベルの高いものとなっていて、それまでサラリーマンと呼ばれていてちょっとこう自虐的な意味合いも含むようになっていた言葉を捨ててビジネスマンという自分の仕事はいかに優れて素晴らしいものであるかというちょっと自信にみなぎっている、すごい元気あるなっていう感じですね。今こそ聞きたい一曲ではないか、リゲインのもっていう感じにね、なるんじゃないかなというふうに思いますよね。曲は非常に格調高く行進曲マーチ風で、甲子園の入場曲でもいいんじゃないかなというようなね、素晴らしい曲ではないかと思います。さあそれでは続いての曲を聴きいただきましょう。先ほどが昭和の終わり、もう本当に終わりから平成の頭にかけての曲でしたが、大変歴史のある曲を聴いていただきましょう。昭和31年に出来上がった歌だそうですが、牛乳石鹸の歌、こちらをお聴きいただきたいと思います。まあコマーシャルソングとしておなじみですね。まあテレビのコマーシャルでも使われていますし、ラジオのコマーシャルでも、聞くことが多いと思いますが、民間ラジオ放送がスタートして、その後もう本当すぐですねに作られまして、非常に人気のあるコマーシャルソングとして今も使われている曲なんですけど、歌詞がですね実はこれ3番まであったということなんですね。作詞作曲は三木鳥郎さんです。まあコマーシャルソングの代表と言ってもいいのではないかと思いますが、歴史のあるこちらの曲を聴きいただきましょう。牛乳石鹸の歌です。牛乳石鹸の歌をお聴きいただきました。別のタイトルとして牧場の牛というタイトルがついているようです。1番2番3番とありまして、1番はね、よく聞くと思いますけれども、2番はクレオパトラが出てくるんですね。エジプトに出かけると砂ぼこりが多いと、まあ、そこでお風呂に入りたいなということで、牛乳石鹸牛乳風呂に入ったというお話で、3番では日本に帰ってきまして小野小町ですね。で夏の行水でぬか袋で昔はまあこう洗っていたわけですが、今はこれが牛乳石鹸に変わりましたなというような、まあ、大変風情のある歌なんですけれども、これ今私聞いていましてね、ちょっと違和感があるなと思ったんですよ。それどこかと言いますと、最後ですね、花の香り豊かな泡立ちのところですね。これあの曲が花の香り豊かな泡立ちとなってますでしょ。これ日本のね、まあ、あの歌の基本で言いますと、アクセントに曲のメロディーを合わせるのが普通ですよね。ですから、豊かななので豊かな泡立ちとなるのが私は普通だと思うんです。
これが豊かな泡立ちとなるのはこれなんでだと言いますと、実はこれ答えがあるんですよ。これもともとはですね、豊かなではなくてお乳の泡立ちだったんですね。で、豊かだと頭が高いですね、豊かですね、お乳ですとお乳ということで、一音目が低いですね。ですのでこのアクセントに合わせて、もともとはお乳の泡立ちとなっていたのは、メロディーはそのまま原稿のものと同じものを引き継いでいますので、メロディーを引き継いで歌詞だけを豊かなとアクセントが違うものを当てたものだから、そこに違和感が実は存在しているということに今気がつきました。これすごいなと思って、なんかこう盲腸的にね、残っててすごく面白いなというふうに思いましたね。やはり歴史があるコマーシャルソング、さすがだなという感じがいたします。非常に楽しくてね、聞いていますと心がウキウキとしてくるような、私牛乳石鹸のヘビーユーザーでありまして、ボディーソープだとなんか洗った気がしないっていうね、人間なので大変好きな一曲ですね。さあそれでは続いて、こちらもですね非常に有名なコマーシャルソング、皆さん馴染みの曲だとは思うんですけど、あえてここはタイトル、誰が歌っているかを言わずにですね聞いていただいて、これなんだろうなというふうに思いながら、想像しながら、まあ、クイズみたいな感じで聞いていただこうかなと思います。それではどうぞ。もう皆さんお気づきだと思いますが、吉幾三さんの風に吹かれてをお聞きいただきました。作業服、それから作業関連用品の専門店チェーン株式会社ワークマンのコマーシャルソングとして皆さんもご存知かと思います。この歌タイトルは風に吹かれてという曲なんですけど、平成15年に発売されまして、で歌詞の中にはこれもともと企業名は入ってなかったんですね。行こうみんなでワークマンの部分は風に吹かれて行こうという歌詞だったんですけれども、これをまあコマーシャルに使うということで、2012年ですねに、行こうみんなでワークマンというふうに歌詞を変えまして、これを収録したアルバムも発売されているということです。もともとこれはシングルの男ってやつはっていう曲がありまして、そこのカップリングとして入っていた曲で、元の曲すごくね素敵な曲で、でもやっぱりこのコマーシャルで聴いていても頭にも残りますし印象的ですしね、また吉幾三さんの映像が浮かびますね。歌いも またね、歌声もやっぱり素晴らしいですし、間に入るセリフもね非常にいいですね。若干抽象的かな言ってることはとは思うんですけど、いいなという感じがいたします。歌詞を聞いているとこうね、こう町を作り家を作る人たちが家に帰って家族のことを思ったりするというような、一日の生活が入っていたり、労働って素晴らしいなと思ったりするようなね、そういう内容になっているのではないかと思いますね。さあそれでは続いて、テレビコマーシャルの音源が多かったのですが、ラジオでしか聞かないコマーシャルソングというのをおかけいたしましょう。これはですね、言っときますと貴重音源ですよ。CD 化していないものですので大変貴重 で、私 MBS で働くようになりまして、入社してラジオの番組を担当するたびにこのコマーシャルがよく流れていて、でこの後ろで流れてる曲いい曲だけどなんだろうこれと思いましたね。で一生懸命あっちこっち探しましたらありまして、これをね今日はどうしてもかけたいということで、なんならこの曲からスタートしたような、企画でもあるんですけれども、平成22年に作られた歌のようですね。作詞作曲そして歌っているのはリオさんという、シンガーソングライターの方です。でこのリオさんが歌う空飛ぶポストマンという曲なんですが、これはですね MBS でもよく流れております、高和という、ね、会社がありますね、高和のラジオコマーシャルの曲として作られた曲だそうです。キャベジンですとかトメライン高和フィルムなどのコマーシャルソング BGM として使われている曲です。それではお聴きいただきましょう。リオさんが歌います空飛ぶポストマン。お聞きいただきましたのは高和株式会社のラジオコマーシャルソングで使われておりました、リオの空飛ぶポストマン、こちら今も使われているということですね。いい曲だと思うんですよ。特にね、輝いてますかのとこ、私一人で家で歌ったりしますからね。ただ前後がわからないから歌えないっていう、すごく寂しかったんですけど、今日謎が解けて本当に良かったなと
思いますけど、これCD 化する予定もないそうです。コマーシャルのための書き下ろし曲なので CD に収録するということも今後予定もないということですので、今日の音源は非常に珍しいということで録音した人良かったですね、大事に聞いてくださいね。はい、ということで今日はですね、生まれる時代を間違えたスピンオフ企画、一部しか知らない CM ソングとしてお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。この一部しか知らない CM ソングね、もしよろしければ皆さんの聞きたい曲、今後第2弾第3弾としておかけできたらいいなというふうに考えているんですよ。ですので、あなたが聞きたい一部しか知らない CM ソング、こちらはですね、ぜひとも番組宛に送ってください。宛先を申し上げます。メールは fuku@mbs1179.com まで、ファックスは大阪0668099090までお送りください。あなたが聞きたい一部しか知らないコマーシャルソング、 CD 化していないものでも可能な限り、もうスタッフその総力を挙げましてですね、音源探してまいりますので、見つからなかったらごめんなさいですけどもね、ぜひともですね送ってください。反響が多ければ第2弾ございます、少なければございませんので、皆さんからの応募をお待ちいたしております。以上、生まれる時代を間違えたスピンオフでした。福島信弘のどうぞお構いなく、真夜中の575。このお時間は皆さんから頂戴しました575をご紹介してまいります。今回のテーマは扇風機、扇風機です。奈良市にお住まいのミッシーさんの作品、扇風機天井にあるの憧れる、扇風機天井にあるの憧れる。大阪府堺市なにわファイターズさんの作品、半世紀今も動くよ扇風機、半世紀今も動くよ扇風機。物持ちがいいですね。大阪府松原市ネオンテトラさんの作品、扇風機子供の頃に指入れる、扇風機子供の頃に指入れる。気をつけてくださいね。大阪府大阪市平野区にお住まいの崩れそうの管理人さんの作品、気の毒にスイッチ足指扇風機、気の毒にスイッチ足指扇風機。やってしまいますね。神戸市垂水区のラジオネーム深夜労働者さんの作品、首回らん僕よりマシな扇風機、首回らん僕よりマシな扇風機。兵庫県芦屋市マリーアンコロモチさんの作品、扇風機親父の薄毛を逆立てる、扇風機親父の薄毛を逆立てる。たくさんの作品をいただいておりますが、その中からお金5000円をお送りする対象をお送りいたします。埼玉県秩父市にお住まいのレジェンドさんの作品、扇風機思わずやっちゃう我々は、扇風機思わずやっちゃう我々は。こちらの作品をお送りくださいました埼玉県秩父市のレジェンドさんにはお金5000円をお送りいたします。どうぞお使いください。以上、真夜中の575のコーナーでした。さあ、早くもお別れの時刻となりました。来週のテーマを発表いたしましょう。来週のテーマは大目玉です。大目玉の5文字を入れました575をお送りください。宿題の提出期限は来週火曜日の8月16日までとなっております。たくさんのご応募をお待ちいたしております。宛先は fuku@mbs1179.com です。ファックスは大阪0668099090までお送りください。今日は生まれる時代を間違えたスピンオフ企画として一部しか知らない CM ソングをお送りいたしました。ぜひとも送ってください。これ届かなかったら
何のためにやったんだろうっていう感じになりますので、お願いいたします。皆様のご協力を心からお待ちいたしております。また番組へのご意見リクエスト、そしてもやっともお待ちいたしております。たくさんのご応募をお願いいたします。来週も金曜深夜の1時5分から、正しくは土曜日の午前1時5分からですが、放送いたします。野球で繰り下げの可能性もあるんですけれども、ぜひとも聞いてください。お願いいたします。そして次回はですね、馬術の世界ということでお送りいたします。1ヶ月に一度のお出かけということでね、皆様にもお楽しみいただきましょう。馬術、馬、私動物あんまり得意ではないので、一体どうなるのかなっていうのをちょっとね心配して、馬にすごく歯をむき出しになんかされたことがありまして、ちょっとトラウマもあるんですけれども、一体どうなるのか、その辺も含めてお楽しみいただきますが、どうぞお構いなく。